はい、インカレ、新人インカレで、準決勝勝って今来てもらったスケーターアンソニー翔選手です。翔、おめでとうございます。おめでとうございます。いや、今日なかなか難しい試合でしたけど、どういう、今日はなかなかの試合でしたね。そうっすね。今日はまあ相手留学生いなかったんで、その中の部分が多分こっちがアドバンテージだいぶあるので、そこへ攻めようっていう、まあ、戦法でした。今日はハードに日大特有の激しいディフェンスもあって、その中で、まあ、マークされるのは、まあ、決まってますけど、どんな気持ちでどんなプレーを望んでやってました？そうです、まあ、アグレッシブに行ったんですけど、まあ、ファールとかあんま食らえなくて、まあ、自分のところを結構警戒されちゃったので、他のところ、他のところってちょっと見て、ジョベのところがで全然攻められたので、ジョベのところでなるべく攻めて、自分はディフェンスに、目向けて、パスやディフェンスに目向きました。専修大学と日大は激しい試合になりますが、ようやくここで、決勝ですね。そうですね、明日決勝戦、前回は関東では優勝できなかったですけど、はい、ようやくここで来てアンソニー選手優勝という立場になりましたが、そうですね、大学での初めての決勝戦なんで、明日は、まあ、今日できなかったことをちょっと明日もっと発揮できるように、明日は、まあ、自分じゃなくて周りも生かしながらディフェンスを頑張って、優勝したいです。アンソニー選手、同世代も世界で活躍したりですとか、いろんな風に今日本のバスケを盛り上げてますが、アンソニー選手、まあ、明日決勝ありますが、こう日本バスケに与える存在感と影響力ありますが、今どんな風に感じてますか？いろいろ、まあ、まずは、大学バスケで活躍して、そこから代表やそういう、世界で戦えるその代表に選ばれて、その世界戦って日本をもっと強いバスケで強い国にしたいです。最後にですね、明日決勝ですが、次決勝ですが、アンソニーファンにメッセージお願いします。まあ、今日より全然いい試合をするので、それちゃんと勝ち切るので、応援お願いします。はい、ということでありがとうございました。ありがとうございます。また次よろしくお願いします。ありがとうございます。